こんにちは、健吾です。今日この新しいラケットを使った2回目の練習がありまして、ちょっと練習試合やったんですけども、意外に良かったです。というのもですね、この当たれば入ってくるっていう率がね、すごい高かったんですよ。やっぱり普通だってしっかり芯に当たらないと入らない、ちょっと面がぶれたら入らない、しっかりスイングしないと入らないってとこあるんですけど、これね、当たってパッと面を出せば当たってその力で入ってくれる率がすごい高いんですね。というのはですね、このヒノキ用ラケットと1枚のバーの相性、ヒノキ用ラケットと、柔らかめのあまり弾まないラバーの組み合わせというのが相性がいいという読みがこれは当たりました。これは今まで卓上とかそういうヒノキ用ラケットを使ってて思ったことなんで、その相性の良さというのがね、ぴったりでした。これはその通りなんで、この部分はかなり使えますね。今までだったら時間なくて触れずにコントロールできなかったところを、そういう時間ないところをパッといって当てて、その力が入ってくれる。特に下がったところから。それが非常にいいです。このヒノキ用ラケットと1枚ラバーの組み合わせは相性がいいんで、皆さんも試してみてください。でですね、あとですね、このラケットがちょっと長いんですね。今まで使ってたディフェンドスマッシュ5枚5番より。なんで、両サイドはちょっと取りやすかったです。パッと。今までやったら、もう一歩ぐらいグッと出て、取らなきゃいけなかったところを、両サイド打たれたボールをこうパッといって、重心がちょっと前にあるっていうのもあるんで、捉えてくれるんですね。これね、重心が前にあることによって、どうしても、この間言った、ちょっとコントロール、しにくい、ちょっと振られてしまうような感じはあったんですけど、これは逆にですね、重心が前にあることによって、遠いボールの時に、パッとここへ捉えてくれるんですね。重心ここの方だと、ちょっと遠い時に、こうや、ここに当たったとしますよね。真ん中に当たれなくて。で、ボールは当たったとします。どうしても重心がここだと、こうね、スイートスポットじゃないんですね。ですから重心が前にあることによって、前の方にボールが当たった時でもしっかりラケットは捉えてくれる。これはちょっと新しい発見でした。で、そういういいとこが2つあったんですけども、まあ、ただまだこのサーブがうまく切れないというのが弱点がまだありました。あとは、バックの1枚ラバー、まあ、表面はちょっと滑ってしまって釣ってきた時やりにくいという2つの欠点があるんですけども、まあ、利点が新しく見つかったので、もうちょっとこれ練習して次の試合はこれで出てみようと思います。また練習の様子と、あと試合の様子もこの後動画配信していきますので、お楽しみにしておいてください。よろしければチャンネル登録と、コメント、ご評価もお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。健吾でした。追伸です。このラケットなんですけども、今まで使ってたディフェンダースマッシュ5枚5番と、ニューチョッパー35度薄に比べて、これ、40度の中なんですけども、ボールの弾みがカットの時にすごい少ないです。なので、今までより台に近いところで、ボールを打たれた攻撃ボールに対して、台に近いところでパッと押さえて、それをね、吸収してくれるんですね。それで押さえて入ってくれる。バックはちょっとまた感覚が違うんですけど、フォアに。まあ、使いにくい部分もあったんですけども、意外とこのラバー厚くして硬くしたにもかかわらず、台に近いところで、今までと同じようなスイングをして、吸収して押さえてくれて、ボールが入ってくれるという、そういう利点もありました。これはやっぱりね、ヒノキのちょっと吸い付くような感覚。ボールをちょっと一瞬力を吸収するような、そういう感覚というのが、生きているなと思います。なのでヒノキのラケットプラス、若くて弾まない、でちょっと厚め、まあ、これ中ですけど、組み合わせが意外と、まあ、私はこれ使う前の、考えでは、中陣からカットしてそれが深く入るというところ、薄いラバーよりも深く入るというところはちょっと期待したんですけども、これは意外と台に近いところで抑えられるという利点を発見しました。それもこれのいいところですね。まあ、ブレードもちょっと大きさというのもあるんですけども、そういういいとこもあるんで、もう少し使って、良さをどんどん引き出していきたいと思います。